新発田市の月岡温泉に新たなカフェが明日オープンします。提供するのはコーヒーとカヌレ。ウイルス化で低迷した観光業の新たな光として期待がかかります。晴天に恵まれた温泉街は観光客の姿も見られます。少しずつではありますが、ウイルス化前の様子が戻ってきているようにも思われます。観光客が買い物をする姿も見られた今日の月岡温泉街。全体の売り上げは今年の大型連休で例年並みに回復した一方、連休が明けた現在は例年の8割ほどにとどまっているといいます。こうした中、今回は若いお客様に喜んでいただけるお店を作ろうということで、明日温泉街にオープンするのが新たな観光スポット、新潟ローストプレミアムカヌレイルです。温泉街を活性化しようと2014年から毎年街歩きを楽しむための新たな店をオープンさせている月岡温泉。9店舗目の今回は空き地を利用したカフェで、引き立てのコーヒーとともに提供するのは若い世代を中心に人気の洋菓子カヌレです。香ばしさが口の中に広がって、バターの香りがしっかりとしています。カヌレというと外側がカリッとしている印象もあるのですが、これは全体的にソフトでもちもちとした印象です。甘くてとても美味しいです。新潟市内の専門店から仕入れるカヌレはプレーンや塩キャラメルなどの12種類。イートインはプレーンのみの販売ですが、その他は冷凍でテイクアウトすることができ、土産用のほか旅館の部屋でゆっくり楽しむという方法も。そして朝入りの方はちょっとフルーティーな香りがします。注文ごとにドリップするコーヒーはオリジナルブレンドなどを堪能できます。これから夏の観光シーズンを迎える温泉街、街歩きをしながらカヌレをいただいて、あとコーヒーと一緒に、そんなイメージで静かな街に少しでもにぎわい取り戻せればなと考えています。街の活性化に期待のかかるイルは明日オープンします。